クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。今日一発目はですね、付加報告です。まあなんかいつも100には至らないという不思議な子ですね。お尻からね、なんか紐みたいなのが出るんですね。皆様どうもこんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。最近仕事が忙しいですね。はい、まあ年度当初なんで忙しいのは皆さん同じだと思うんですけどね。うん、まあ学生の皆さんもね、やっぱり4月は忙しいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、忙しくしてる今日この頃ですけども、今日も頑張っていこうかなと思います。今日一発目はですね、孵化報告です。この子たちがついに孵化してきました。はい、これですね。これはね、スリナム水のカブト、エクアドルから来たヒナカブトではないんですけど、似たような感じで角が3つ、トリケラトプスのカブトムシでございます。あのね、下の2つはですね、あれなんですよ、17日に孵化確認しておりまして、うん、少し前なんでね、もうあの姿形に見えません。こんな感じで潜っていっちゃって、この子今日孵化確認です。はい、ちっちゃいですね。ちょっと拡大しましょうか。ということでね、幼虫の姿が見えております。動いてますね。はい、こんな感じで積極的にね、居場所をこうね、広げていってるというか、食べてるんですよね。はい、そんな感じでございます。まあ、なのでとりあえずスリナムもね、有精卵だったということが確認できました。これはありがたいですね。やった。スリナムについてはですね、卵が32個取れたかな。はい、ということでまあそのうちの10分の1ぐらいの3つが孵化したわけですが、まあ次々と孵化してくるんでしょう。ありがたいですね。はい、新しい命の誕生でございます。ちなみにこちらがスリナム水のカブトですね。角がね、3つあるんですけど、これ全部胸郭、胸にある角なんですね。ちなみに今食事を邪魔されて怒っております。結構ね、なんというか、はい、威嚇してますね。これどうやって戦うんだって思いますけどね。挟むわけじゃなく、角でグイグイとこう押し上げる感じでしょうかね。はい、その割には細いですよね。折れちゃいそうですから。まあということで、まあちょっと不思議なやつですね。こんな風に進化しちゃうんですね。はい、ということでね、スリナムについてもまあ一応成功ということでね、最近もうあのほぼほぼ成功してますけど、ただ失敗するときはね、すごく失敗するんですよ。あの組んでも組んでもね、これでもかこれでもかっていうぐらい失敗する時期もあるんですけど、最近は本当に成功しますね。まあこういうのは積み重ねですので、まあね、そういう時期もそのうちやってたら来るというぐらいの気持ちでいいんじゃないかなと思いますけどね。やった。さて今日の本題いきましょう。今日の本題はね、いよいよ今年もあの子たちをブリードすることになりました。シーズンが来たというか、あれですね、やっと公職1ヶ月程度経ちましたので、もうブリードできるかなというところまで来たんですよ。何かというとね、この子たちです。これですよ。これは四つ星ひなかぶと、まあなんというか、もうこのチャンネルのマスコットキャラクターと言っていいぐらいのカブトムシですね。はい、四つ星天国計画と言いまして、四つ星ひなカブトを100頭以上に増やすという計画、これあのチャンネル開設当初からやってるんですけど、未だ達成しておらず、何なんだろうというとこなんですね。はい、でも今年は確実だと思います。うん、今までめちゃくちゃ調子いいんでね、今年こそは達成したいなと思っております。ちなみにこれが四つ星ひなかぶとでございまして、この子はですね、つい最近公職が始まった子なんですけど、最大サイズ45ミリ
うん、うちで最大だった子ですね。なかなかの迫力。ほら、こんな感じでございますよ。これが四つ星ひなかぶと。あー、落ちちゃった。なかなか可愛いですよね。はい、まあ可愛いんでね、とてもこうなんというか頑張っていつもやってるんですけど、まあなんかいつも100には至らないという不思議な子ですね。今回はすごいですよ。オスメス6頭ぐらいの体制でやっていきますので、さすがに100は行くだろうとね。うん、そんな感じでございます。今日のところはですね、ペアリングから始めないといけないですね。ペアリング場作りたいなと思います。これでございます。はい、そしてこれね、これを中に入れまして、ハンドペアリングでいいんですけど、一応ですね、あれなんですよ、受精率がやっぱ低いので、一回の交尾で満足するのは非常に危険だと思います。まあ、せめて2、3回交尾してからですね、産卵セット組まないとって感じなんですね。はい。これをこの中に入れちゃいましょう。と、まあ、こんな感じですね。それでは、メス、1匹ずつ、まず投入していきますか。メスをオス、メスをオスの順番でいきます。うん、そんな感じでいきましょう。1頭目のメス。死んだふりしてます。はい。まあ、こういう子なんでね。さあ、行きましょう。はい。一頭目メスちゃん、投入します。えい。こんな感じでございますね。うん。そして、オス行きます。一頭目のオスはこの子ですね。44ミリの子。この子だけすごく交食早くて、2月27日 ?17 日か。に交食してるんですね。なんで、ちょっと伏せつかけちゃったりしてますけど、まあ、多分一本なんでうまいこといくと思います。はい、じゃあ行きますよ。この上に乗せる感じね。最高。なんかうまく いくんだろうか。はい、このまま置いておきましょう。さあ、二頭目のメスです。すごく小さいです。この子めちゃくちゃ小さかった。26ミリで羽化してます。ちょっと一回り小さいですよね。さっきのメスと比べてもね、1センチ近く小さいですから。はい、でもメスです。ね。行きましょう。投入です。そしてちっちゃい女の子にはちっちゃいオスということで、この子もね、オスにしては小さい。31ミリ。さっきの頃に比べたら 1.3 ミリも小さい。でも、その、とりあえずついてますんで、男の子ですね。はい、ちっちゃい子同士で頑張っていただきましょう。ね。はい、行きまーす。はい。うん、こんな感じで、あとは様子見ですね。おう！そして3頭目はこの子。この子はね、羽化不全だったんです。ここ見てください。こんな感じでね、羽化不全だったんですよ。まあ、でも、やっと半年の休眠期間終えてね、交食してくれたのでね。はい。この子もいけると思いますので。まあね、羽化不全でもチャンスをあげなきゃいけないなと思います。親が羽化不全だったとしてもね、子供は関係ありませんので。さあ行きましょう。はい。投入。こんな感じ。同じく羽化不全だった男の子です。ちょっと不節がほとんどありませんけど、うん。ねえ。ちょっと難しいかもしれませんが、とりあえず、同居させてみます。はい。ということでね、この子にもチャンスをあげたいなと。はい。投入です。おう！そうこうしている間にですね、もう早速始まってますね。さすがカブトムシ。はい、ちっちゃかった子ですね。ちっちゃかった子たちがもうすでにゴールインしております。うん。ね。まあ何回かね、やってもらいましょう。うん、それが、この子たちには、重要なことになりますので。とにかく、あれですよ。受精率が悪すぎる。うん。まあ、要するに下手なんですね。はい。じゃあ今日はね、これでお休みしたいなと思います。ね。また3日後ぐらいにね、ラリング終了しようかなと。
はーい、おやすみなさーい。お疲れ様です。あれから20時間ぐらいが経過してます。鼻がとってもムズムズして今にもくしゃみ出そうなんですけど、この子ペアリング終わったみたいですかね。はい、ちょっとメス確認しようかな。こちらも終わったんじゃないですかね。こちらはまだやってますね。あ、今真っ最中かもしれないですね。ちょうど繋がってるところかも。そんな感じ。真ん中の子だけね、確認してみましょうかね。四つ星の場合はね、例によってお尻から紐が出ますので、交尾終わったらね。はい、それで確認できます。あ、出てますね。はい、こんな感じで、お尻からね、なんか紐みたいのが出るんですね。これがまあ、交尾の終わった証なんですよ。ということで、まあ一応終わってるみたいですね。ただまああとね、数回は交尾してもらいたいんでね。まあ3日ほど同居してもらいますね。お疲れ様です。ということで、また四つ星ひなかぶと始めました。今期こそ100頭達成したい。四つ星天国計画。いい加減5年ぐらいやってるんでね、そろそろ成功したいですね。うん。この子たちを含めて一応7ペアでブリードしていきたいなと思います。これでさすがに100とは超えるだろうと思いますね。はい、じゃあ今日はこれでお別れです。またよかったらコメントで感想お願いします。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。